凛花ちゃんのグレープフルーツソーダ。グレープフルーツなのって、色からは想像つかないね。何でなの。いただきます。おいしい、めっちゃおいしい。そしてなんとじゃじゃーん、コースターがですねランダムでついてくるんですけども、ブリンクまたはパフェ1杯のつきランダム、皆さんぜひいっぱい飲んでいっぱい食べて集めましょう。ということで、なごみちゃん、今日のプリちゃんもエモかったね。やっぱり苦手ってやつね、素敵ですね。そしてなんといってもですね、サマーメイドスペシャル大会可愛かったよね。デート見ていこうで最強ですね。ね、最強だよね。みんなもサマーメイドスペシャル大会参加したいですよね。参加したいですよね。参加したいですよね。なんと参加できちゃいます。すごい。8月の12日から店頭でみんな参加できちゃいます。サマーメイドブラックベリーコーデが400円でフルコーデゲットできちゃいますよ。すごい可愛いんだよね。すごい可愛い、これは絶対集めたい。しかも大会参加者全員に限定キラチケをもらえちゃいます。ほろつき交換会も開催するから、集まったお友達といっぱいほろつきを交換してフォロワーを増やしちゃいましょう。開催されるお店や時間はホームページで詳細公開されるので、ぜひチェックしてください。みんな参加してね。ではここからは、先週の木曜日から遊べるようになったやっとプリちゃん第3弾、ミラクルキラッツ凛花デビューで遊んでいこうと思います。やったー、やったー、楽しみだね。楽しみですね。じゃあ早速、はい、どうぞ。ラピチーノちゃん、ラピチーノちゃん、プリちゃん、わちゃわちゃかい、新しくできたんだね。あ、そう、さっき私がこっそりフォローしたの。フォローしてくれたお友達とか、いいねをくれたお友達がこうやって登場するみたいです。あ、こうやってね、出てくるね。ちなみに、お誕生日の前後3日間はプリちゃんアイドルが遊びに来てくれるらしいんだけど、のぞみちゃんお誕生日って6月22日。あ、過ぎちゃいます。来年限定サマーメイドブラックピーチコーデ。このチャンネルを選ぶと、トップス、ボトムス、シューズ、ヘアアクションの中でランダムで一つが必ずもらえます。大ランダムで遊びます。リンカちゃんが選べるようになってます。来ました。今日はリンカちゃんで遊びましょう。曲も新しくたくさん増えました。リンカちゃんのその曲も増えました。どうする、難しいもんあるけど、普通にする。普通でリンカちゃんが登場したってことは、リンカちゃんが好きなブランドのシークレットアリスの衣装も選べるようになったんですよ。大です。じゃじゃーん。他にも第3弾78種類も新しいコーデが。第3弾のキラットコーデはシークレットアリスのキラットコーデと、あとロマンスリートのキラットコーデ、すぐ出てくるようになります。いい、しまった。リカちゃんもやってみたら、これはシークレットアリスのコーデにすると、出る。やってみた。来るよ。フラットチャンスに行けるのが SR 以上からになったんだよ。どうかな。ホワイトリーフ、かわいい。緑のホワイトリーフを狙ってみよう。
10時から放送中。キラッと私のチャンネルやってみた。